アディダスのアディゼロ匠1000、はい、9パフォーマンスの質をもう一段上げたいみたいな時にこういうのがあると、うん、持っとくと非常に自分の心強いアイテム。皆さんこんにちは、ナットイップ代表の大森です、はい、今回もシューズアドバイザー藤原さんと一緒にお送りしていきます。皆さんよろしくお願いします。ということで今回ご紹介いただくシューズはこちらでございます、はい、アディダスのアディゼロ匠1000、はい、9ということで、9代目になりましたかね。はい、アディゼロ匠1000シリーズというのはそもそもどんな位置づけになりますか？アディダスの中でいきなり行きましょうか。はい、1000はもうここね、懐かしいですね。懐かしのこれが1001ですね。はい、まあブーストって書いてあるんですね、この時はね。はい、これはあの青山学院がね、優勝した時に全員これ入ってた時に懐かしい。懐かしいですね。今じゃナイキが多いんですけど、まあまたアディダスに復活していきますけど、もうまさにジャパンレーシングがまああったじゃないですか、こういう薄いのね。僕らの時代これでしたけど、まああのニュージェネレーションの薄底スタイルなので匠1000という名前が引き継がれてるんですけど、商品自体はもう全く違いますね。当時の匠1000とはもうまずこう見てもね、あのソールのスタックハイと全然違いますし、はい、グラスファイバーのあのエナジーロッツが入ってるんですよね。5本のエナジーロッツバーが入ってますし、あの非常にこうニュースタイルのまあニュー薄底レーシング、ニューレーシングフラットと言ってもいいぐらい。はい、なのであの機能的にももうこうやって見るとすごいですね。機能的にも全く違います。よくこれで走ってましたよね。駅伝とか僕これもう、入ってましたね。そうニューレーシングフラットなんですよね。はい、まあここにずらっとこうね1000シリーズが並んでますけど、匠1000好きな人多いんじゃないですかね。はい。でまず全モデルとの比較にしましょうか。そうしましょうか。はい。全モデルとアッパーデザインが変わってるだけで、基本的にソールデザイン、ソールの下回答は変わってないです。履いた感触ももう全く変わらないです。はい、ただサイズ感が僕のちょっと個人的な意見ですけど、フィット感が全然増しました。っていうかサイズ感がトゥルーサイズですね。ちょっと大きめでした。なるほど。はい。なのでこうワンサイズ下げたとか大きいなってお感じになった方は、まあこれを前作でね、これを小さいって表現してる方いらっしゃるんですけど、それ前作と比べるとなんで、まあよく言ってますけど自分の足のサイズちゃんと測ってそこから選んでいった方がいいと思うんですけど、僕はこちらの方がトゥルーサイズに感じました。フィット感がすごくいいです。でまあアッパーはですね、今回他のこういうアディオスとかにも使われてるんですけど、折り紙ですね。ジャパニーズ折り紙が、これは折り紙をはい、デザインしたみたいな感じなんですけどに変わりましたね。まあその辺ですよね。フィット感すごく良くなったと思います。なるほど、はい、で後日この次に違う動画でねこういうところの比較も出すんですけど、基本的にですね箱根駅伝の選手が履いた、はい、でこっちとこっち履いたんですけど、僕はそうですね、こことここって結構自分のこう感覚的な部分もあると思うんですけど、はい、僕はねこれ基本的に接地感が必要な時、自分の体のしたいことを伝えたい時に履きます。なるほど。だからマラソンではないですよね。マラソンは僕がしたいことを伝えるというよりは普通にこうちょっと動作をもらって、はい、自分が楽にならなきゃいけないので、それはその人によってゾーンがちょっと分かれると思うんですけど、はい、箱根選手がまあ20キロ、はい、まあ理解できますね。こちらが履きやすいっていう人いたと思います。で実はですね、はい、他のブランドのニューレーシングフラットとはちょっと匠1000は違って、僕はクッションが結構あると思います。結構ありますよね。ね、ベーパーフライ、ナイキの話になっちゃいますけど、ベーパーフライを初めて履いた時に、久々に僕まあ52になったんですけど、30代前半ぐらいの接地感を感じたんですよ、僕の中で。蘇ってきた。集団で走ってる接地感を。あ、こうやって走ってた。で、1000はですね。はい、これリアルな話、今もう 1000m とか 2000m とか全力で行くと、ためが作れないんですよ。大森さん分かりますよね、ため。こうなんかこう余裕でスパートできる感じが出せなかったんですよ。もう出せないんですよ、はっきり言って。もうわーって言ってわーっと終わるみたいになっちゃうか、もしくはもう全然上がらなくて頑張ってるだけ。これね、久々にためをつけれる感じなんですよ。それはいいですね。すごいはきやすいです。だからまあ1000のインターバルとか、はい、挑戦的に1000で1000m の方ね、1000m の方、これそういう時にほら 1000m ってトラックからすると2周半じゃないですか。1周目で飛ばしすぎて走れないっていう時は多いんですけど、スパイクとかそうなっちゃうんですけど、これね1周目スーッと入ってそんなに遅いペースじゃなくて、2周目ためすごい作れる感じがあって、めちゃくちゃいいですねそれ。だから 1000m インターバルがちゃんとできるようになったんですよ。だからまあいつも助力を感じない時と助力を使う時を分けた方がいいって言ってますけど、やっぱりねインターバル酸素負債のインターバルはちゃんと負荷をかけた方がいいと思ってるんで、追い込めるこのシューズはすごくもう結構な確率で1000のインターバルとか400のインターバルもこれかな。あ、そうっすか。スパイクの代わりに履くときはこれです。いやちょっとね僕今個人的に1000のインターバルの質を高めたいのが今めっちゃ課題なんで、これすごくいいですよ。これちょっと買おう。でね年末そのアディゼロの今の責任者の山口さんとお話ししたんですけど、僕はこれねトラックで使えないですよね。トラックで使えたらこれ使いたいです。使えないっていうのは。ワールドアスレチックスの公認にならないんですよ。ということですね。ルールを33ミリ、はい、トラックは25ミリなんですね。で11月から20ミリになるんですよね。でこのアバンティ僕のスパイクなんですけど、はい、アバンティのような線だったらトラックでも使えていいのかななんて思ったんですけど、やっぱりですねそうするとすごいコアなお客様向けになっちゃってでも現状ねトラックのそのレースではその本当アスリートは使えないのでもったいないんですけど、今お話したようにもう酸素負債のねトレーニングで、酸素負債というのはこう酸素足りない頑張んなきゃいけない時のトレーニングでは非常に履きやすい、接地感が感じられるし、グラスワイバーのロッツなんでこう動くんですよね。だから動きが出せるっていうのもすごく自分のフィーリングを感じやすくて、そっかここが肝かな。なかなかカーボンファイバープレートばっかり言われてますけど、これグラスファイバーでこうちょっとこう動きつつ、とてもでしなりもある程度矯正してくれるんで、プレート慣れしちゃうとガチガチに固められてる助力の良さもあるものの、そうですねこうなりますからね。こういう細かい動きのなんていうんですかね、細かい多分筋肉みたいなところに刺激が入りにくかったりします。そうだから大森さんもだからインターバルするときはこっちの方がフィーリングがいいですよ。ですね。ただ自分のこうフィーリングを伝えていくっていうところがあるので、距離を長く感触が履きやすいから距離が長くっていうわけでもないと思います。だから自分ができることを伝えてくれるだけなんで、人によってはやっぱり距離はディスタンスはだからちょうどね縮んでいきますけど。欠かせないアイテム、そしてもしかしたらこっちもね匠1009までこういうスタイルだったんですけど、1000のこっちがネオレーシングでこっちもねなんかあってもいいのかななんてちょっと思ったりしますけどね。もう一回こうそうそうこの薄底の接地感のあるものももしかするとあった方がいいのかもしれませんけど、まあとにかくこれ海外は5キロロードとか10キロロードがあるのでそこで使うんですよね。僕もだから5キロのロードだったらこれとアディオスだとまあギリギリ同じタイムを出せるかなと思うんですけど、これ以上だと完全にもうこっちっていう感じですね。選手はそれをこっちだと思った人がいたんでしょうね。それは自然だと思いますね。特になんか上りが多い区間とかであればよりね多分こういう方がフィットしやすい人もいると思うんですよね。あとねやっぱりねアディダスはこのコンチネンタルラバーを使っているんですよね。でこの摩耗しやすい部分とかこれグリップも良くなるんで、だから下りの選手もいたんですよね。グリップやっぱりコンチネンタルラバーをこの結局スーパーシューズもみんなコンチネンタルラバーを摩耗しやすい場所にしかもう使えないですけど、使っているのもポイントですよね。なるほどなるほど。まあ価格はね2万900円、まあ税込みで安いとは言いませんけど、持っとくと非常に心強いアイテム。自分のなのでパフォーマンスの質をもう一段上げたいみたいな時にこういうのがあると、大森さん的のなインターバルやってるんだけどもっとインターバルの質を高めたいとか、5キロのロードレースね、まあ別にそんなフルマラソンばっかりの人じゃないと思うんで、5キロのロードレース出てる人なんかはもうこっちの方がニューレーシングスタイルで、まあこれではもうないから欲しいわ。欲しい人ですね。そうサブスリーしてる人でそういう人が結構一番使うかもしれないですね。なるほど。はい、わかりました。ということで今回ご紹介いただいたのはアディダスのアディゼロ匠1009ということでした。藤原さん今回もありがとうございます。この動画面白いと思っていただけた方ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。